はい、度重なる、キャプチャーの不具合といいますか、まあ、もう今回に関してはパソコンが異音を出して、異音というかね、ビープ音を出して、再起動しました。呪われてんのかな。参ったな。ということでね、ちょっと残り時間飛んじゃいましたけど、続けてやっていきたいと思います。で、ケンジロウで、まだ足りないみたいだわ。気になっているですね、このね、やつらの、ホームページをね、覗いたんですよね。前と変わってないわ。ほんまや、まだ更新してへんみたいやな。ということでね、何の更新もされていない、何の変化もないということらしいんですわ。あ、増えてる。ノットファウンドだったのに春日くんが増えてる。大好き春日くん。いろいろと心配をおかけしましたが、春日くんは今まで通りの春日くんです。今後の大好き春日くんもいつものように活動いたします。はい、国籍不明でお菓子大好き、お菓子好き、実はどこかの王子様、普通のお菓子じゃ物足りなくって、なんていうかな、お忍びで通ってんだよなみたいな感じかな。そんな感じで書いてるような気がします。よかったね春日くん。はい、こっちは、あ、なくなってる。スターズ裁判で負けたからか、消えたか。さてと、ここからどうするかなんですよ。で、一回帰ってきて、ここの更新がなかった、金つきみだってしょうがないだろうな。一人で行くのもな、相手がいないんだからしょうがないピ。いや、一人で行くやつだっているんだぞ。ないかな。こんな感じでちょっとね、進んでないんだよな。ふむ、なかなか順調のようじゃな。だがまだまだじゃ。はい、出かけるしかないね。証拠一覧はこれしかないから出かけるしかない。はい、ベンチ。つかさ、あんたサボってるんじゃないピ。頑張ってます。ですね、プロマスク団は当てにならないしな。まあ、ここかな。何かご両親について分かったこととかありますか。いや、それが何もなくて、何かあったらご連絡しますよ。じゃあご連絡をお待ちしていますね。このご連絡を信用していいのかな、待ってて。こんにちは。春彦さんからお話は聞きました。いいえ。何の話です。実はその旦那様が無精子症だったとかで。それはな、俺も思った。ちょっと言葉には出さなかったけど、まあそういうことなんだろうなとは思ったんだよね、一番最初に。でも、子供が生まれたじゃない。まあ、本物かわからないけれど、まあ彼自身がクローンという可能性も捨てきれないけれども、途中でね、病気になっちゃって、その亡くなっちゃったのは無精子症っていうのはさ、生まれつきなのか途中からなるのか、ちょっと。ごめんね、俺知識がないんだけれど、じゃないと彼は生まれていないはずなんだよ、息子さんは。どういうことです。つまり子供を作ることができない、そういうことです。そうなんですか。と息子さんっていうのは、
嘘ということになりますわね。でもそっくりだっておっしゃってたじゃないですか。え、ですから私の方から連絡を取りました。え、 DNA 検査を受けて旦那様の息子だという証拠を見せてくれと。そうなるわな。うん、ということはそれを受けて俺はもう一回彼に会いに行くんだな。生活感漂うアパートだピ。じゃあ行こっかな。いや困りましたよ。なんかあったんですか？なんか沖原さんは子供ができない体質だったらしくて偽物だと思われたらしいんです。え、あれほどそっくりだと言われてたのに。ええ、ですから家政婦さんの勧めもあって DNA 検査を受けたんです。おお。とは思ったけど裏で手を。で、結果は？何かおかしいことになっているとかで教えてもらえませんでした。威圧は返してもらいましたが。威圧はやっぱ使ったよな。おかしいことになっているとかで教えてもらいましたが、お前クローンで記憶やっぱいじられてんじゃねえの？さっき言った個体に別の記憶を入れることでっていう俺の妄想、推測と言っていい？それが本当になってるのでは？だとしたらすごい技術的な面ではすごいとは思うよね。でも反面怖いけどね。となると DNA 検査をどこにしたのか。出るか？出ない。ハルヒコ、そろそろ出てきてもいいんじゃない？豪邸だピン。一人で住んでいるのがもったいないピン。行ってきます。留守みたい。おい、このおっさん何やってんだ？フロイマス教団。いや、その DNA 検査をどこに頼んだかっていうのが気になるんだな。やめろ、もうやめてくれ。責任者がお待ちしています。で、今日はどんなご用ですか？正直ここで何かを得られるような気はしないけど、なんかボール出すかなっていうところだな。記憶ブレインコピーじゃないとクローンは自分のことがわからないんですよ。自分のことがわからないんですよ。でもブレインコピーはしていないと言ってんだよな。それともしたのだけれども失敗したのでそれを隠しているのか。その失敗した結果が息子。あそこもダメ、ここもダメ。一応今話聞いたんで結果を報告し、あ、違うな、報告する必要ないんだ。もう家政婦さんは話をして結果を聞いてるんだよね。こんにちは。春彦さんから。その春彦に会えてねえんだよな。あ、ちょっと待てよ、春彦絡んでんじゃねえのか。ああ、途端に怪しくなってきたな。私は遺産のことはどうでもいいんですみたいなことを言ってたわ。あら、本心じゃねえのか。正直この息子の登場は予想外だった可能性もある。 DNA 検査をした結果実は一致してしまった。となると相続権について問題が出てくる。何食わぬ顔をして相続しよう、仕方ない、私がそれを受け取ろうみたいなことになる計画だったんだが、なんか人格者を装ってね。ところがどっこいですよ、
予想外のことが起きてしまった。しかも DNA 検査をした。なんと一致してしまった。なぜわからない。家政婦さんが和也さんが子供ができないということを誰に聞いたのか。本人に聞いたのであればそれは間違いないだろう。で、本人はどこで検査をしたのか。病院であるだろう。どこの病院だ。その病院には誰かの息がかかっていないのか。気になるところだぜ。帰る。やることねえから。とにかく事実、ただいま。一つの事実が分かった。おかえり。どうだったかね。珍しく謙虚じゃな。ま、いつもと比べてじゃが。そうじゃ、いい情報を見つけておいたぞ。ケンジロウ？プロマイスの教祖の過去が分かったんだわ。おいし。過去？そうわ。教祖はもともと医学者で。しかも異端だったりするんじゃねえの？それは知ってる。追放された可能性高し。昔フロマイスを起こす前に今回の沖原和也さんを診察したことがきっかけになったこともきっかけになったこともちょっと待てよ。どういうことだ。つまりそこで子供ができないという診断をしたことは実は嘘だった可能性。その時点で彼は金持ちだった。どう利用する。彼の遺産を手に入れるため彼の DNA を使ってクローンを生成し、しかしクローン、ちょっと待てよ。そそのかされた可能性もあるな。難しいぞ。だが絡んでいるのは間違いなさそうだ。ではなぜ子供ができないと言ったのか。その裏には財産がある。その財産をせしめようとその博士はクローン技術を使って彼のクローンを作ろうとした。そして遺産の話になると、入信させてその遺産を手に入れようとした。実際クローン技術自体は全然出来上がっていない。なやて、それは初耳よ。もともとは研究に専念したかったらしいけど実家も開業医でその後を継がなければいけなかったらしいんだわ。それで仕方なく臨床に移ったらしいんだわ。その時にこの教祖は沖原和也さんを診察してるんだわ。それは怪しい。そこまで怪しまなくてもいいかもしれないわ。いや、絶対なんかあるはずや。診察は偶然だったかもしれない。確かにな、それもあるな。偶然だったけどそこで出会ってしまった。なかなか順調のようじゃな。だがまだまだじゃ。ホームページで何かないかを確認する。ここ気になるね。ノットファウンドは1個あるやつ。前と変わってないわ。変わってねえか。まだ更新してへんみたいやな。つまり活動は進んでいないということだよ。活動してないんだよ。表向きだけだ。ということはね、また現場で足使って情報を集めるしかねえな。とにかく会わなければいけない人がいるだろうよ。司、あんたサボってるんじゃないピ。頭使ってるように見えない。もう春彦だよ。とにかくずっといない春彦。皇帝だピ。こいつ教団とつながってんじゃねえのか。
お、ついに。いや、いらっしゃい。ああ、ちょうどいいところに。とんでもないことがわかったよ。何かあったんですか？達也君のことなんだ。どうかしたんですか？和也さんの日記を最後まで読んでわかったんだが、達也君は和也さんの何なんです？和也さんのクローンなんだ。来た。でもなぜクローンを作って別れた人のところに？どういうことだ？誰の差し金だ？思惑は何だ？自分は死んでしまう。子供を残すことはできない。だが自分の分身を作り、君のそばに。和也さんの細胞を取り出してしばらく増殖させたから彼の母親に移植したらしい。母親も周知か。そんなことって、理論だけなら昔からあったらしい。日記には彼の告白が最後のページに書いてあったよ。読んでみよう。彼女との結婚は父が賛成しない。彼女もそのことを知っているのか、最近私と会ってはくれない。ただ一言、子供が欲しいと前にそう言ってくれたのは今でも本心からだと思う。しかし私には子供を作ることが不可能なのだということが先日の検査で判明してしまった。しかし私の体細胞を培養し、彼女の未受精卵に着床させ、子宮に注入した。これで彼女は私の子供を、いや私を産んでくれるだろう。こういうことだ。つまり息子の達也君は和也さんなんだよ。やべえ、ちょっとやべえ思考入ってたな、最後の一文。とんでもないことを知ってもうた。でどこ行きゃいいんだよ。この事実をフローマイス教団に突きつける。ベルコーポカズヤのクローンである達也だったっけ。彼はそれを知ってか知らずか。知らない、演技をしている可能性。だったら自分の屋敷に来る必要性があったか。自分が息子だと名乗り出ることで自分が築き上げた財産、それを手に取り戻すとか。いやー違うな。別にブレインコピーをしているわけではないから、母親の元で母親の教育だったり環境だったりで育て上げられた人格であれば、肉体は肉体というか、まあ DNA レベルでは同じものだったとしても、そこに宿った精神や考え方っていうのは別物と思っていいのだろうか。突撃するべきはどこだ。フロマイス教団、あそこだな。だが今はちょっと家政婦さん、いや家政婦さんなんかに言っていいかな。でも事実だからな。こんにちは。あら、こんにちは。春彦さんからお話は聞きました？いや春彦すまん、春彦を疑ってすまん。どうやらプロマイスだな。人の寿命はどうにもなりません。しかし新しい命としてならばどうにかなったんです。そして私なら、いや教団ならできた。そしてどうにかしたのです。どうにかしたのです。そうか、引っかからなかったけど、これは結果を出したということか。そうかそうか。でもクローンはできたと言ってる。ただブレインコピーができなかったと言って、そうか、クローンはできたのか。ここではもうすでにクローンはできたと言っていたんだ。すべてお前は絡んでいるということだな。くそ、
やべえ、先進まねえ。この事実をもって俺たちは事務所に帰った方が良さそうか。ベルコーポ本人にこれを伝えるのは酷ではないか。いや、なんか沖原さんは子供ができない。本人には伏せている。なぜだ、なぜ本人に伏せた。そら伏せるか。ただいま。おや、どうしたんじゃ。先生、とんでもないことを知ってしまいました。何、どういうことじゃ。実はということなんです。ほう、しかしそれは勝てる要素十分じゃぞ。え、どういうことです。もし息子さんが本当にクローンなら先に生まれているわけじゃから相続権は上位なはずじゃ。それに検査結果が間違いとしても教団に揺さぶりをかけるには格好のものになる。今すぐ証人になることを息子さんに依頼してくるんじゃ。でもなんか息子さんを物扱いしてるみたいで、先生って意外と冷たいのかも。もし分かった、今すぐ行ってくるわ。司、あんたサボってるんじゃないピ。やってます。でもそうするとまあいいか、証人になってくだ、うん、なんて言うんだろう。こんにちは。ああ、どうも。今回の裁判で証人になってもらえませんか。いきなりだな。理由を聞かせてもらえませんか。これは理由を話さないで出したって何の証言も得られないだろう。僕はお母さんの子です。でもお父さんは子供を作ることができませんでした。ではなぜあなたは子供なんですか。DNA 検査をしたんですが結果は出してもらえませんでした。それでは DNA 結果を取り寄せましょう。一致していますね。これは鑑定結果によってあなたは息子だということが証明されます。ってなる？だって自分はクローンだったって。アイデンティティを揺るがすことだよ。本人に伝えるのはこれパニックを起こすんじゃない。俺があなたは実はクローンですよって言われたらさ、は？え？どういうことですか？え？ってことは僕は僕じゃないんですか？え？僕は父親のクローン？じゃあ僕は一体何なんですか？って戸惑うかもしれないね。これ難しいね。ただ理由を話さないで法廷に立ってくれっていうのは、いざ証言台に立ってもらって証言してくれと言った時に彼から引き出せるものは何もないんだよ。息子です。でも父親は子供が作れませんでした。 DNA 鑑定を出したけどもダメだった。だから裁判所が DNA 鑑定を取り寄せてくれることだけを信じる。今俺に考えられるのはその一つだけだ。そして法廷でクローンとは言わずに、言わないでおけないか。彼はクローンだが、ああどういう扱いになるんだろう。これ現実の世界で行ったらどうなるんだろうね。はあ、分からねえ。だがここは心を鬼にしてというか、彼は真実を知らずに法廷に立って、いやです、立ちたくないですって言われる可能性も高い。でも父親と母親の、要は母親はそれを受け入れて彼を産んだんだよ。それは和也の子供が欲しいっていうその思いがあったからこそではないかと、母親の心を考えるならね。もう勝手に俺の思い込みだけど、じゃなきゃそこまでしないよ。自分が母体になろうって思うか。話せ。
というわけで。ああ、なるほど。軽っ。わかりました。僕で役に立つなら。本当ですか？ありがとうございます。え、お、桃太、お前どこまで話したん？あと行くところは特にないけど、フロマイスに突撃することも特にないだろう。証言は取れた。もうあとは特にないので、とりあえず事務所帰ってもう裁判行こう。ただいま。おかえり。どうだったかね。いい調子なのかな。まあまあ珍しく謙虚じゃな。まあいつもと比べてじゃが。そうじゃ、いい情報を見つけておいたぞ、ケンジロウ。フロマイスの教祖の過去が分かったんだわ。知ってるよ。それです。その時にこの教祖は沖原か。今度偶然じゃないのにしようか。そうかもしれないわ。そんなことなら、そうでない可能性もあるわ。気をつけておいた方がいいわ。どっちつかずかい。両方の可能性を。ちょっとホームページを。まだ足りないみたいだわ。まだ足りないのか。まだ足りないのか。お、フロマイス増えてる。ついに言ったか。ものすごく怪しい気がするわ。お、誰だお前は。クローンとお話をしてみたい方はぜひお越しください。おい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 、この状況でもうそんな時間ねえんだけど。今からフロマイス行くんかい。時間足りねえ。フロマイス出てくる。あ、出てこなかった。ああ、どうもいらっしゃい。ホームページ見ましたよ。クローンに成功したって話本当ですか？ええ、本当ですよ。と言っても先日いらした時にはもう体はできているという話は知っていますよね。そうでしたね。あの発表したのは記憶の再生に成功したからですよ。これでクローンだと言っても通じるだろうということですよ。まずは話を聞きたい。私にですか？ええ、いいですよ。何でもどうぞ。おお、いっぱいあんな。ええ、本当ですよ。でも普通は信じられないですよね。でも本当なんですよ。基本的には同一の遺伝子情報を持っている存在というのが私の定義です。よくわからないです。要は一卵性ソーセージ、双子を人工的に作り出す技術ですね。なんとなくわかるかな。ただ実際の双子と違うのが生まれる時期が同一じゃないことです。二十歳の青年と5歳の子供が双子だということは通常ありえませんが、クローン技術を使えばありえると。ただし実際の双子は両親から遺伝子を受け継ぎます。クローンは特定の一人からだけ自分を構成する遺伝子を受け継ぐんです。これが最大の違いかもしれませんね。なるほどな。あんたよく分かってないでしょう。なんでこのタイミングで言うのよ。どうかしました？いえ、こっちのことですから。いえ、残念ながら現在では世界に存在する唯一の人間のクローンです。それはどうして？新しいテクノロジーというのは概してお金がかかるんです。こんなことを言うと
宗教らしくありませんが。そうですね、昔の記憶を持っていますから、彼と話をしてみたらどうです？いや、そういうのじゃなくて、何かこう、誰が見ても納得できるというか。それはフロマイスを否定するということですか？なんでそういうことに？すいませんが、お帰りください。はあ、帰らされた。反応がない、会ってくれる気がないみたい。しまった、話せずに終わった。こら、選択肢をミスったか。しかも残り20分、もう何もできん。先に話をしとくんだった。あ、誰のクローンかっていうのも気になるところだよな。春彦さんに行くか、事務所に行くか、事務所に行って新しい情報が何か来てないかか、あ、今回の DNA に関しての情報を提供してくれた春彦さんにまた何か新たな発見がないかを聞きたい。もしくはこんなことがあったんですけどっていう。どっちにかける？春彦はいつもいねえからな。いなかった場合は無駄足だ。難しい選択肢だぜ。だが彼はもう息子がクローンであるということを日記上では知っているから、これ以上何かを調べているかどうか。よし、ちょっともうかけた。豪邸だっぴ、行ってきょ、こんにちは。や、いらっしゃい。ああ、ちょうどいいところに。とんでもないことがわかったよ。何かあったんですか？達也君のことなんだ。どうかしたんですか？カズヤさんの日記を最後に。同じことしか言わない。帰るね。もうこれが最後のチャンス。コマンドは1個しかできない。証拠には何もない。そして今調べられるのは何か。ホームページを見たって何もないだろうな。先生の最後の一言を確認したい。そんなところか。なかなか順調のようじゃな。だがまだまだじゃ。はあ、タイムアップじゃ。